ミーバトン湖上に現れた川ラミーバトン湖にできた溶岩の小島ミーバトン湖はアイスランドの北部にある火山湖である火山活動の活発な地域にあり湖水は不栄養型。平均水深は2.5メートルと非常に浅い面積は37平方キロメートル2300年前に起きた溶岩の噴火によって形成されたラクスアウ川が流出しており川も含めて 自然保護区となっている。名前はアイスランド語で、蚊の湖を意味する。これは夏場に現れる巨大なユスリカの蚊柱に由来する。栄養素豊富な湖水のもとに、直径10センチメートル以上に成長する巨大なマリモのほかミジンコ、ユスリカの幼虫が生息している。これらを餌とする水鳥の繁殖地となっており、13種が生息しているとされる。 古代種は、ユーラシア種、北米種、また寒帯種と北極種の独特の根性となっている。水鳥のほとんどが渡り鳥であり、多くは4月から5月にかけて、北西ヨーロッパからやってくる。最も多いのは、金黒葉ジロで、次に多いのが、スズガモである。他に、北方ジロガモ、海イサ、ヒドリガモ、オカヨシガモ、マガモ、クロガモ、コガモが見られる。 約2000羽の鳥が湖とその周辺の生態系に養われている。北ホウジロガモは温泉や流水によって凍らないところで越冬する。この種は普通、木の色を利用して栄養するが、ここでは溶岩の穴を利用している。その他の水鳥の巣は湖と周辺の湿地帯に豊富に存在し、付近の農家は水鳥たちの巣から卵を取るときには4つの卵を、 残すという習慣を持ち、水鳥たちの保護に努めている。カモの他にも、耳ミつぶり、赤いリヒレアシシギ、ハシグロアビ、アビ、オオハクチョウなどが見られる。ラクスアウ川では、ブラウントラウトやサケが豊富に生息しているが、自然保護のためフィッシングをするには、非常に高額な許可量を要する。2000年代まで、球場マリモの大群記事だったが、2010年代に、入って、 わずか数年で壊滅した。原因は工業排水による水質汚染によりゆすり化が激減し、ゆすり化によって固められていた泥が散乱するようになり、それがマリモごと固定を覆ったためである。湖の周辺には火山活動で形成された溶岩柱やシュードクレータと呼ばれる噴出口が見られ、観光地にもなっている。湖の形成期、噴出した溶岩は、 現在の1から50キロメートルほど北極海よりの低地に流れ、当時その付近に存在していた大きな湖に流れ込んだ。高温の溶岩は故障沈殿物の下に入り込み水蒸気爆発を起こしてクレーターを形成した。この種の水蒸気爆発が繰り返し発生したことで複数のクレーターが積み重なった景観が湖周辺に形成された。 このクレーターは、シュードクレーターと呼ばれる。このクレーターレズは、割れ目噴火の典型例として、教科書等にも取り上げられる。ありがとうございます。